プラグインについての解説。2024年1月にリリースされたエキサイトオーディオブルームボーカルエーテルに続いて、同じシステムを利用して作られたドラム音源、ブルームドラムブレイクが登場です。最初の印象は適当に鍵盤を叩いただけでも音が良いでした。ブルームボーカルエーテル同様に即戦力なサンプルが並べられていて、ランダムに配置されるのでいろいろなパターンがすぐに試せるのが魅力的です。こんな人におすすめ。ドラムンベースの脈動するグルーブ、ブレイクコアの複雑な激しさ、ヒップホップのゆったりとしたビートを追加したい場合でも活躍してくれます。ラウドロックやメタルのようなアコースティックドラムを土台に加工していくドラムサウンドは入っていません。おしゃれ感のあるエレクトロ要素を混ぜたポップス、ロック、ソウル、R&B には合いますが、アコースティックドラムの音を狙って購入すると失敗しますので、この点は注意してください。エキサイトオーディオブルームドラムブレイクは250のプリセット、112ドラムフレーズで構成されたドラム音源です。それでは機能面を見ていきましょう。機能概要。サンプルの再生位置やエディットは可能で音を作り込んでいけますが、音源の方向性は用意されたものを使ってアイデアを曲にするまでの時間を早くするといったものです。メイン画面では4つのマクロエフェクトとバンクの入れ替え、3つのポストエフェクトの操作をします。エディット画面ではサンプルの再生位置やピッチ等の設定のほか、A から E の黒鍵で鳴らすフレーズプレイヤーの設定が可能。フレーズプレイヤーではステップごとにエフェクトやサンプル、ベロシティなどを配置できるので、よりこだわった音作りができます。ブルームドラムブレイクの場合、サンプルが鳴る鍵盤は全て白鍵に設定されていて、黒鍵がキースイッチになっています。C シャープ2からの黒鍵は再生速度の変更、オクターブの上下、逆再生ができます。C シャープ3以降の黒鍵はサンプルをつなぎ合わせたフレーズを再生します。プリセットはサンプルを利用した即戦力フレーズが組まれているので、プリセットのフレーズを鳴らすために買っても損はしません。画面の左下に曲のキーを切り替えるスイッチが設置。このプラグインは UI の作り込みが素晴らしく、テーブルで場所を取らない25鍵のMIDIキーボードで賄える鍵盤数になっています。メイン画面では4つのマクロエフェクトがあり、ノブを回すだけで設定可能。この個性的な4つのエフェクトのパラメーターは変更できません。操作できるのはエフェクト量のみ。右端のボタンを押すと3つのエフェクトとフィルターが設定できます。この3つのエフェクトは詳細画面でパラメーター変更できます。中央のビジュアライザーは右クリックから停止できます。音には影響しません。バンク一覧での他のサンプルを入れ替えができます。トリガーを押すと鳴っているサンプルの場所が灰色に表示されます。フレーズの入れ替え、ランダマイザーがついており、サンプルを入れ替えるほか、8つのバンクに配置された音を下のトリガーまでドラッグ&ドロップして配置します。バンク内のサンプルをプレビューするには、バンク内の白い三角形のキーをクリックし、下部のスロットにドラッグしてサンプルを白鍵に合わせます。白い三角形キー上で右クリックするとサンプルのコピー&ペーストができます。導入時注意点。ブルームドラムブレイクではオリジナルのサンプルを読み込ませることはできない仕様です。どこのバンクにどんなサンプルが配置されているのかは鳴らしてみないとわからないので、お気に入りのサンプルや加工したいサンプルフレーズを見つけたら場所をメモしておくか、適時プリセット保存しておく必要があります。ランダマイザーはサンプルが変更されるのみです。サンプルの再生位置やその他の設定はランダムされません。詳細画面。キーボードのアイコンに色がついている場合は、白鍵を押した時に
サンプルの番号が切り替わります。オフにしているときは、そばにあるリストから編集対象のサンプル番号を選びます。エフェクト、ダイナミクス、サチュレーション、ノイズの3つのエフェクトが用意されています。オンオフボタンの左にあるドットボタンをドラッグ&ドロップでエフェクト順が入れ替えできます。フレーズプレイヤー、 C シャープ3ノートからの黒鍵で鳴るフレーズを組み立てていく機能です。白鍵に割り当ててある14個のサンプルをどういう順番で鳴らしていくかを決められます。フレーズプレイヤーに関しては1番の左側にサイコロのボタンがあり、サイコロボタンを押すことで設定値がランダムに切り替わります。CPU 負荷、 CPU 負荷は重すぎず問題なく使えます。ウィンドウサイズは右下に合わせて変化します。他にツールチップ機能があります。プリセットでも
ライト版あり。コア機能は変わらず、若干の機能制限とサンプル数を少なくしたライト版が用意されています。ライト版から上位版へは差額でアップデートできるので、ちょっと試してみたいという場合はライト版から入っても良いですね。そこまで価格差がないので、ドラムフレーズの音が気に入っているならいきなり上位版にしても良いと思います。まとめ、サンプラーベースでリズムフレーズを作っていく人にはとても楽しい音源です。音が良いのはもちろんなこと、簡単に音を出せるし、追い込んで音を作っていく時の機能の手軽さが良い。概要欄にショップリンク、ウェブレビューの URL を掲載しています。気になった方はこちらも合わせてご覧ください。